はい、それではピクミン3の続きやっていこうと思います。そして今回は最後の巨大生物を倒せのアメニュード戦に挑んでいきたいと思います。そして1回もクリアしてないのでまだベストタイムはないと。プラチナを目指すというよりもまずは普通にクリアするところから頑張っていきましょう。じゃあスタート。まずは卵を割って中身を確認して、あとどんな戦術がアメニュードに効くのかをチェックしていきましょう。とりあえずはユアピクミンを優先的に引っこ抜いて使っていきたい。あとは赤ピクミンかな。よし、じゃあとりあえず逃げてポーズ。そしてマップの確認、まずここにユアピクミンがいて赤ピクミン、そしてここにキピクミンがいて、そして青はこの辺か、ちょっと分かれてるのね。そして羽ピクミンがここにいると。卵はここに3つあって、そしてここに2個ある。うん、あとはないかな。よし、じゃあまずは卵を割っていこう。おっと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 、おお、いきなり危ない。まだ大きいから体が遅いうちに調べよう。よし、おっとっとっと、回転力高い。中身は大地のエキス。こっちは、こっちもそうか、大地のエキスが50体分、うん、初期配置のピクミンを全部花にできるんだね。でも花にする優先度は赤とかかな。岩ピクミンは食べられないから放っといてもいいかも。うん、どんどん食べられてるな。こんな感じかな。そして岩ピクミンを引っこ抜かせておいて、こんな感じかな。おっと、どうなる。逃げろ。こっちも吸わせておこう。よし、お、そういえば誰もいなくなった時は誰を狙うんだ。なんか勝手にかけらを出す。へえ、ちょっと様子見てよ。お、ででででで、結構痛い。ひどみやったな。パンチパンチ、ていてい。かけらが全然壊れないやん。なるほど。よし、じゃあピクミンを集めよう。一応リーダーを狙ってくるんだね。相変わらず悩ましい歩き方をしてるな。ちょんちょん。よし、全然攻撃してこない。あ、やめて。あ、ちょうど体で隠されちゃった。よし、気を取り直してピクミンの回収。ほいほい。うん、やっぱりエキスは飲ませておいた方がいいかな。こうやって回り込まないとちょっとやばいかも。おっと、よし、なんとか逃げた。あ、逃げてない。あー、青ピクミンかじゃない。あ、キャプテンはどうでもいいです。そしてほい、これで全部かな。引っこ抜いたピクミンはもともと花ピクミンだから大丈夫かな。よし、岩ピクミンはかけらを潰すのにも使える。突撃。よし、こうなったら、おっと、全部取っちゃうの？ずるくない？目が回る。ロックオンするのはあんまりやんない方がいいのかな。投げろ。
よし、集めて投げる。おっとっと、かけらを潰すのを最優先にするべきか。いや、もうちょっと攻撃してみようかな。連続で攻撃すればかけらをどんどん落としてくれるから。ほい、もう一回。あ、これは、あー、全部吸収しちゃう。ってことは突撃させるよりもまずはかけらを重視した方がいいってことだよね。おっと、キャプテンが随分頑張るな。おっと、哺乳洞、これは赤ピクミン。あ、たた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 、よし、こうなったら岩ピクミンで潰す。岩の足が遅いのがちょっと投げづらいな。よし、あ、でも岩だけが足遅いから大丈夫かな。ほい、同じ方向に回ってると目が回ってくる。あたたたたた、吹き飛ばされた。アルフ君の体力はやばい、この方だと。ほい、お、哺乳洞とは別にかけらを出す。お、あ、何も吸い込めない。お、お、なんかパターンがいい感じ。これは炎。あ、ほい、お助けお助け。よし、岩ピクミンで潰して。うん、おっと、飛んだ。飛んだら逃げないとかなり怖い。ピクミンの種類が多いから切り替えるのが大変だな。オッケー、おお、綺麗に片付けた。おっと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 、逃げろ、危ない。今のうちにキピクミンを引っこ抜いてもらおうかな。あ、羽が、ほい、よし、おっとっとっと、逃げろ。お、真後ろに入ればなんとかなるのかな。あえて突っ込む形でこんな感じ。おっと、あ、ちゃんと向いてくるじゃん。おのれ、やはり岩がいいか。やっぱり岩ピクミンの方が安全かな。あれは炎。ほい、水もできたけど、ほい、あ、いい感じいい感じ。バラバラ。相手してる間に綺麗に片付けられる。しかし勝つには勝てるかもしれないけど、プラチナを目指すとなったらどうやればいいんだろうな。どんどん食べられてる。お、やった、撃墜した。あ、でもやめて、あんまり効かないな。どうする、空中に飛んだ時の対処。ほい、よし、お、効いてる効いてる。
岩岩。こんな感じかな。もうちょっとだ。よし、持ってかないで。オッケー。最後の突撃はどうするべきかな。どれぐらいに追い込んだらやっていいのか。おーっとっと、どうする。いいぞ。おっとっと、チャンスじゃないこれ。落っこってきたところを突撃。よし、頑張れ。おお、やった。なんとか時間内に撃破。最後体力が悪くなって空を飛んだら羽ピクミンで叩き落として突撃させるといいかも。うん、これでメダルはいくつ。犠牲になったピクミンはかなり多い。そしてメダルはなしか。クリアできただけか。そっか、なるほどね。でも今回で大体分かったかな。岩ピクミンで注意を引きつけつつ、なるべくかけらを優先的に壊していこう。そしてコニウドを出してきたらどうするんだろう。コニウドを破壊してかけらを潰して、あとは空を飛んだ時に叩き落として 本体にダメージ与えればいいのかな。それともやっぱりかけら優先かな。最後突撃した時に結構あの周りにかけらがあったけど、どうなんでしょうね。赤くなった時っていうよりかは体力がわずかになった時を狙うのかな。うん、この辺は何回もやってみないと分かんないかも。よし、なんとか倒すだけは倒すことができた。というわけでこれをプラチナメダルになるまで頑張っていきたいと思います。じゃあ一旦ここで調査は終わりにしておこう。はい、それではプラチナ目指して頑張っていきたいと思います。とりあえずは岩を投げておいて、その間に卵を壊してエキスを飲ませましょう。そうしたら岩を中心に引っこ抜いて戦闘開始と、そんな感じかな。そして後半戦は頑張って飛んでるところを叩き落とすと。よし、じゃあまずは岩を投げる。おーっとっと、いや投げちゃえ。そして卵を割る。ほい、逃げろ。どうなる。お、高いところに手が届かないのかな。だとしたらいいんだけど。下に落っこってる子がいるぞ。よし、ほい。おっとっと、いいぞ、引きつけられている。ほい、いいね。とりあえずかけらは優先的に壊して、よし、こっちもピクミンを回収。ほい、チャンス。と思ったら、よし、そして岩ピクミンを投げる。キャプテンが、あ、キャプテンだけじゃなくてちょっと遅い羽もいた。よし、回収。ほい、おっとっと、え、そっちを狙うの。腰にくっつけておく。よし、岩岩岩、
いいよ、逃げて、岩回収、ほい、危ない危ない、なんとかかわして、ほい、お、かけらん近くで投げるとすぐ当たっていいかも、でもやっぱり遠くから投げた方がいいかな、よし、お、何か食べられた、あ、赤が食べられたのか、結構近くにいても食べられちゃうかな、これはすぐ回収するでしょう、あれ、おお、いい感じ、おっと、これは水晶、みんなして壊せ、あ、いいよ、チャンスチャンス、オッケー、綺麗さっぱり壊れたところで近づいてもう一回くっつける、どんどんいけ、これ突撃させた方がいいのかな、ほい、足元のこういうところから壊した方がいいかも、おっと、あと回収して、裏側に回れ、よし、待って待って、ほい、おっとっと、哺乳洞、岩を回収しつつ、ほい、逃げろ、オッケー、岩にして、いい感じ、ノーロックオンで逃げる、ほい、回収して、そして足元の優先に、おっと、いいよ、ちょっと危ないかな、オッケー、よし、回収、おっと、え、何もしないのかよ、吐き出すかと思いきやフェイント、あら、なんだ、吐き出すものがなくなったのか、おっと、あー、やばい、散々フェイントをかけてきた挙句にそれやるな、ほい、赤にして、あ、かわいそうだから助けてあげたい、よし、あー、やむを得ない、よし、そろそろ飛ぶでしょ、飛ばない、なかなか飛ぶ飛ばないがわからない、おっと、あ、あれって跳ね飛ばされちゃうのか、なるほど、気をつけよう、ほい、くる、よし、岩なら平気、おっと、どうなる、岩かな、まず岩、ほい、よし、おっとっと、回収回収、おお、しかしピクミンに構ってる場合でもないかも、あー、時間というか隙がない、
よし来た。あっと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 、これはやむを得ない、遠くから投げよう。怖い、踏み潰されたらおしまいだ。よし、オッケー、そろそろ飛ぶでしょ。飛ばない。お、水、おっと、クソ、やるな、突撃、ほい、どうなる？よし、あ、溺れちゃう、溺れちゃう。よし、あー惜しいな、でももうちょっと、ほい、いけ、オッケー、なんとか計画通り。哺乳道を吐き出した時に一気に体力を削れるから、その時に突撃してみたけど、ぐっちゃー。さあ、無残にも雨流動を撃破したところで、これでどれぐらい？銅メダル、結構厳しくない？8分30秒ぐらいで銅メダルってことは、7分ぐらいで銀ぐらいかな？ 6 分以内で金ぐらい？じゃあ5分ぐらいでやっつけるのか。いやー結構厳しい。結構あのピクミンを助けることを厭わずにどんどん攻撃した方がいいのかも。なるほど、じゃあもう一回再挑戦かな。でも一旦終わっておこう。はい、それでは再び挑戦していこうと思います。これからは心を鬼にして助けられなそうなピクミンを放っておいて、アメニュードへの攻撃を優先的にやっていこうと思います。じゃあとりあえずスタート。まずは岩ピクミンを投げつつクルーも投げる。ほい、そしてこの2人にはピクミンを引っこ抜いてもらいに行こう。ほい、そしてアルフ君はエキスを吸わせる。ほい、いいよ、あとどんどんかけらを潰して、これ飛ぶか。よし、次ぐらいでとどめさせるかな。集めて、ほい、これはいけるでしょ。負けるな、どんどん投げろ。ほい、ギャー、やらせません。よし、やった、ぶちゃー。ふう、なんとか前よりかは早くクリアできたかな。クリアタイムは5分45秒で金メダル。マジか、
やっぱり5分切らないとプラチナまでいかんのか。いや、もしかしたら4分という可能性もなくはないけど。結構頑張ったんだけどな。ここまで来るともう、なんていうか、ピクミンの犠牲を気にしてはいられないね。なんか逆に食べられてるところがチャンスって思うぐらいじゃないとダメかも。そっか、これ以上ピクミンをちょっとまるで物のようにどんどんぶん投げていくのはどうかと思うんだけど、しょうがない。プラチナメダルを目指すために頑張っていこうと思います。じゃあ一旦終わろう。はい、それでは再び挑戦しに行きたいと思います。もはやピクミンの犠牲は顧みずにどんどん突撃させるしか方法がないと分かったので、捨て身の覚悟でいきたいと思います。じゃあ早速スタート。まずはとりあえず突撃でしょう。そしてその間にピクミンを引っこ抜きに行く。ほい。多少の犠牲はやむを得ない。どんどん壊せ。おっと、2段階で吸い込むとかずるくない？よし、あ、よしじゃないよ、これって時間ロスになってないか、これ。ほい。おっと、間違えた。え、いいよ。ふう、スキップ。でも時間はちょっとダメだったかな。クリアタイムは、結構頑張ったんだけどタイミング悪かったかな。哺乳洞を吐き出した後にソロを飛んでくれないときついかも。あと哺乳洞の周りが雷とか水みたいな広範囲に及ぶものだとちょっときついかも。しょうがない、再挑戦だ。よし。あ、しまった。キャプテンのこと見てなかった。すまぬキャプテン。はい、じゃあもう一回やり直します。はい、それではもっともっと挑戦していこうと思います。もはや心が折れそうですが、ここでくじけるわけにはいかないというわけで頑張っていこうと思います。ほい、突撃させて移動。ここら辺はもういつも通りって感じ。ほい、ほい。そしてかけら、おっと、かけらを優先する前にブリトニーさんが危ない。ここは一旦逃げて、こっちはこっちでかけらを壊しておこう。はこっちかな。はい、よし。おっと、
ほい、かけろ優先的に壊す。もはやピクミンの犠牲は気にしてられない。くそ、まだどこかにピクミンを守りたいという甘えがあるのか。あ、なに、今のかけろと消えたじゃん、ずるくない？そっか、キャプテンたちは水は平気なのか。ほい、移動して引っこ抜きに行こう。ほい、おっと、おっと、危ない、ブリトニーさんが危ないから移動させて、よし、移動、気にしてられない、どんどん攻撃、よし、これはキピクミン、かけらを潰して、さあこれはどうする、1回目は様子見か、ほい、よし、それを知らぬピクミン軍だ、よし、いけ、あーこれはまずいかも、いけるいける、もうちょっと、いいぞ、チャンスチャンス、食べてる間がチャンス、さてえな、おい、くそ、まだ倒せるような体力じゃなかったのか、2回か3回ぐらいはやんないとダメか、だけどまだまだ時間はあるぞ、あっち、これは大混乱、よし、ほい、よし、いけ、いてててて、よし、なんとかなったけど、かなりむちゃくちゃな戦い方をしたな。とりあえずスキップはしない、ビッチャー。
何分ぐらい残ってた？ 7 分ぐらい残ってた気がするけど、どうなる？おお、ようやくプラチナメダルをゲット。犠牲となったピクミンは50体近く。いや、もっとやられたように見えたけど、いやー、まさしく大戦争だったな。やっとプラチナが取れたか。大変だった。でもよかった。よくはないけど、こんな戦い方を強いる開発スタッフは鬼ですね。これって犠牲ゼロでプラチナメダルが取れるような倒し方があるんだろうか。何か隠されてる気がするんだけどな。あと、哺乳道を吐き出してすぐ叩き落としても、なんていうか体力が1ミリぐらい残って動かなかったですよね。なのでやっぱもうちょっと体力を削った後じゃないとダメなのかも。この辺はやり込むしかないかな。 OK。 いやー、これでようやく巨大生物を倒せもコンプリート。これで今のところのステージは全部プラチナが取れましたね。よかったよかった。よし、じゃあという感じでこれまでのピクミンチャレンジモードはなんとかプラチナメダルを取ることができました。というわけで、また次回ありましたらよろしくお願いします。では一旦ここで終了とさせていただきます。